中央アジアプラス日本の会話を財務省との共催により開催することができ、大変喜んでいます。今回はこのような四半世紀の節目を迎えた我が国と中央アジア諸国との関係を振り返るとともに、今と未来を展望し、今後の一層の友好協力関係を高めていきたいと思います。ユーラシア大陸のど真ん中にある中央アジアの地域が平和で安定しているということが、もちろん中央アジアにとっても、そして日本にとっても世界にとっても極めて重要だということを身に染みて感じたわけでございます。This is known as Central Asia plus Japan, and not Japan plus Central Asia. The difference is significant. Таким образом, за этот период уровень бедности в стране, который составлял 80%, сегодня снизился до 20%. И благодаря работе этой комиссии, если брать только последний вот период, с 2005 по 2015 год, за 10 лет приток прямых инвестиций в пользу достиг свыше 6 миллиардов долларов. Для разных сфер существуют различные степени и форматы интеграции в Центральной Азии и, можно сказать, целостности. За счет внедрения новых японских технологий кардинально модернизирован крупномашинский нефтеперерабатывающий завод. Узбекская сторона высоко оценивает имеющийся потенциал взаимодействия в рамках диалога в сфере сельского хозяйства. Причем, ロシアと中国とイスラムという3つの、まあ、ある意味で現状を変更勢力になりというものがあるので、その中でこの3つをこう同時に掲げているのは中央アジアだけだと思います。その意味でこのこれから中央アジアの地域というのは大きな変化が起こりうるというふうに考えています。まあ、中央アジア全体とも話も若干あるかもしれませんが、まだまだですね、この日本からの企業の進出が十分可能なところだと思っています。で、金融もですね、非常にレベルが異なるんですが、遅れております。で、ただ私どもはですね、そういう逆にそういうところであればこそ、わずかな投資でですね、知恵を持ち込むことで大きな改善ができるんだな、ね、というふうに考えていきたいと思います。中央アジアですけど、今大きな変化、アジア族名称です。例えば、第一は、先ほど三宅先生からもありとお話がありましたように、中国とロシアが新しい取り組みを始めてきていると。特に、まあ、中国は、一路一帯、一帯一路政策、それから AIIB とか仕事の環境などを使って、地域にかなり熱心に入り込もうとしています。で、一方で、ロシアの方はユーラシア経済協力センターを使って、技術チームを使って、かなり強引ではありますが、はい。